おはようございます。4月2日火曜日、本日は江川さねが担当いたします。まずは天気の流れを確認していきましょう。今日は北海道から山陰エリアにかけて雨や雪が降ったり止んだりとなりそうです。一時的に降り方が強まったり雷を伴ったりする恐れがあるので注意が必要です。太平洋側の地域、晴れて日差しが届くところ多くなります。ただ天気の急変に注意が必要です。また沿岸では風も強まりますので気をつけください。昨日に引き続き寒気が南下してきます。暖かい服装が必須です。冬の装いはもちろんのこと、今日は冬小物も活躍しそうです。それではアイコンで見ていきましょう。全国の天気です。日本海側を中心に雨や雪の降りやすいお天気となりそうです。また内陸では積雪が増加するといったところもありますので注意が必要です。太平洋側の地域、日差しが届くところ多くなりますが天気の変化を気をつけください。お出かけの際に雨や雪が降っていなくても雨具を持つようにしてください。また各地で沿岸を中心として風が強まりそうです。注意が必要です。また予想最高気温が東京や名古屋では11度、大阪では10度となっております。北海道から近畿エリアにかけて昨日よりも気温が低くなるところ多くあります。冬の装いが必須。中国四国エリアから沖縄では昨日より気温高くなるというところ多くありますが、朝晩と昼間の寒暖差注意が必要です。それではいってらっしゃい。